日本ミックスダブルスカーリング選手権大会第13回日本ミックスダブルスカーリング選手権大会第13回全能日本ミックスダブルスカーリング選手権大会は2020年2月25日から3月1日にかけて北海道札幌市の道銀カーリングスタジアムで開催された日本ミックスダブルスカーリング選手権大会である全能が特別協賛して行われた 今大会より、出場資格が若干変更となり、前年度準優勝の復活、北海道ブロックが4枠から3枠となった。出場枠については、下記の通り。また、今大会は、新型コロナウイルスの感染状況、及び厚生労働省からの通知等を考慮し、全試合、無観客で開催すると2月21日に、夜間より発表された。松村千秋。 谷ニダ・ヤスシマペアが初優勝を飾り、2020年4月20日からカナダ・ブリティッシュ・コロンビア州ケローナで開催予定であった世界選手権、北京オリンピック代表決定戦の出場権を獲得したが、その後、世界選手権は新型コロナウイルスの感染拡大の影響により中止となった。予選リーグから決勝までロコ・ソラーレの選手のペアを4人制での投げる順番に、 すべて撃破しての優勝であった。勝率直接対決の勝敗。DSC2 月29日15時30分2月29日19時3月1日9時30分3月1日13時3月1日13時。ありがとうございます。